はい、どうも皆さん、おはこんばんにち、おね、俺もうこれ挨拶にしてくれ。今めちゃくちゃ決まったけど喉やられた。今めちゃくちゃ面白くない？これ多分初心者の人が見たらむちゃくちゃ面白いと思うよ。なんだよ、人間初心者が見んのか、俺の動画初心者か。あ、暖房ちゃうねん、暖房ちゃうねん、冷房がうるさいけどね、冷房の威力、冷房のね、レイボーのね、あの威力、レイボ、うん、レイボンヌのね、威力をね、最大出力までに高めることによって音が静かになります。これライフハックって言いながらね、この電気代は親がね、汗水、血垂らして頑張って働いたお金でーす。開き直っていきましょう、うん、開き直っていこうと、でかしていこう、違う、笑っちゃうよか、うん、いや、クロマニオンズちょいちょい挟んでくんだよな。最近電波人間また始めたんだよ、うん、マフィズバーって人ね、しかなんかゲーム実況やってなくて、あ、まあそれがもやってるけどね。俺がゲーム実況始めるかって言うとやんない。まず録画機器が整ってない。あとね、 iPhone X ってね、超録画しづらいんですよ。わあ、マジ iPhone X 害悪だわーっていうね、すごい口悪いっしょ。いや、 iPhone X いいところ、顔認証となんかあれでしょ、いやもう俺こっちでちょっと YouTube アプリを羽島清志郎のアカウントにするのやめよう。普通になんか何回もさ、そういう俺が売名コメントに対するコメント見なきゃダメなんだよな。やっぱり傷つくもん俺。全日本炙りちくわぶんぶんごまなんとかなんとか。まあ自分の名前覚えてないですからね、もう基本的に。ね、そう、俺のアカウントに戻ろう。ウォー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 おーおーおー、グリセリンクイ、おっぱいって返してくれた、やった、何言ってるか分かんないよ、でも好きだよって、あなた好きだよって言われてる、おっぱいってこうやって V サイン出してくれてる。I have another video of another suikide. Do you want to see it? なんて言ってんだこいつ。自殺？とんでもねえな。とんでもねえ単語出してくんじゃねえよ。アホかよ、自殺なんて。自殺っていう、そのなんか、suikide ってね、聞かない単語だなと思ったら、それ自殺な単語なんて。自殺の英単語なんで、それは聞かねえわけだわ。ということで、Google 翻訳しまーす。Google 使ってこうぜ、みんな。ほんとに。翻訳、翻訳を。自殺って恐ろしい単語使ってんじゃねえよ。これ多分英語。うんち語。もうひどいな。思想強すぎ。私は別の自殺ビデオを持ってます。あなたは、それを見たいですか？見てえわけねえだろ、アホかよ。あ。あ、さっきからコメントしてるのは自殺ビデオなんでねって。おい！俺のさ、すごい楽しげな動画たちに自殺ビデオ持ってくんなよ！暗い雰囲気に引きずり込むなよ。クソったれ。持ったれって、うっせえな、ワンドライブがいっぱいですよ、プシューン出て、ワンドライブみたいな必殺技でやられるかもしれないね。クソったれって返しとこうね、クソったれって、暗い雰囲気に引きずり込むね、クソったれって言って、この人一応僕のファンらしいよ。でも自殺のビデオっていうね。だからさっきもね、あのなんか多分ね、すごいね、なんか政府が隠してる情報を出して配信にもーすってやった人と、なそういうもう人となんか謎のパワーによって死んだ人の自殺ビデオで、これ死んでんの？え、これどうやって死んでんだ？何やってんだ？え、これどうやって死んでんだ？そういう死に方なんてあんのか？
むちゃくちゃな、なんかトリッキーな自殺してる人いた。まあ、海外ではメジャーなのかもしれないけど、木にこう掴んでこうやってうーってやってる。なんかね、いや、日本人だからだけど、俺、やっぱ日本って言ったら首吊り自殺が有名じゃん。うん。いや、トリッキーな自殺だなって、みたいな。ギャグかよ、みたいなね。そんな自殺ねえよ、みたいな。ツッコミ待ちみたいな自殺だなって思ったけど、結構そういうなんかね、あんま触れちゃいけないワードなんだろうけどね。いや、びっくりした、こう、すごい。どうやって死んでんのかな、みたいな。電流が流れたのかな、その棒に。知らねえわ。うん。変な自殺って思って。まあ、自殺の概念が覆されてはないですけどね。それが自殺かどうかわかんないんで。自殺のビデオみたいな持ってくんじゃねえよなあお前よ。ということでね、あの電波人間にハマってる2で会いましょう。